コシグロペリカンは、ペリカンモクペリカンかペリカン族に分類される鳥類の一種。オーストラリアペリカンとも呼ばれる。オーストラリア本土やタスマニアに生息、繁殖し、陶器にはニューギニア島に及ぶ。稀にニュージーランド、インドネシア西部のほかスラウェシ島でも時折観察される。オーストラリアで唯一のペリカンである。 主に海岸地帯の波の高くない場所に多いが内陸部の故障、流れの緩やかな河川でも見られる。地域によっては都市域でも見られ餌を求めて庭に来ることもある。オーストラリアにおいては、雨季に大陸内陸部の砂漠の一時的にできた故障などにも現れる標徴である。コシグロペリカンは1824年にオランダの博物学者、 コンラートやコブテミンクによって記載された。この小種名は、ラテン語の動詞カンスポイサーから来ており、カンスピキスは、人目を引く、見えやすいを意味する。コシグロペリカン全長150から190センチメートル、翼階長、約2.3から2.5メートル。体重は、約4から6.8キログラム、最大で13キログラム。は、約40から50センチメートルあり。 メスよりもオスの方が大きく、くちばしの下側は柔らかく伸縮自在であり、捕食時には餌を水ごと捉える。このポーチは大きく膨らみ、口内に餌を含め最大で13リットル分を含むことができる。このポーチは餌を保存しておくためのものではなく、一気に多くの獲物を捉えるためのものである。上部くちばしの先端は鍵状に下向きに曲がっており、 この形状は捉えた獲物が滑り落ちないようにするためであると考えられている。私有動色で体色は白色、翼は黒色で翼角から初列中右腹は白色。揚ゲオとは黒色で揚ゲオとには白色の帯がある。成長は胸は黄色みを帯、くちばしはピンク色であるが幼鳥は成長よりもより淡い。動向は 黒色で横に長いライン系。交際は黄色。足は灰色で水かきがある。若鳥の後頭部は灰色。生まれたての幼鳥は目が突出し、肌はザラザラしており、目の色は褐色から白色まで様々である。コシグロペリカンが餌を捉えるために頭部を水中に入れている。食性は肉食で、主に魚食。捉える魚の多くは、 体長60から247ミ、mm、リメートル、体重17から320グラムである。他に、甲殻類、両生類の妖精、亀などを捕食する。しかし、時には他の蝶類を捕らえることも知られる。株が大きく膨らむくちばしで、水ごと、時には頭部を水中に入れ、獲物を捕らえる。水からくちばしを出す時に、くちばしを閉じながら、隙間からポーチの中の水を越し、 残った餌を丸飲みにして、1日に最大 9kg を捕食する。この時に特定の獲物を定めることはない。採取する際に水面を羽で叩き、水中の生き物を驚かせて、隠れている場所から追い出したところを捕らえたり、また集団で採取するときには、獲物を集団で追い込むこともある。通常は1話から数話で採食するが、時には、 最大で2000羽もの大きな群れを作ることがある。鳴き声は低く埋めくようになく。2から3年ぐらいで繁殖可能となり、繁殖期には、最大で4万羽が集合し、大きな繁殖コロニーを作る。繁殖期は雨量により異なり、熱帯地域から熱帯地域で冬季オーストラリア南部では春であるが、場所によっては年中繁殖可能である。繁殖期初期には、 くちばし株のポーチの前半分は鮮やかなピンク色に、キ部は鮮やかな青色になり、くちばしの内部は応援色になる。繁殖ディスプレイは1羽のメスに対しオスが2から8羽以上で行い、雌雄ともにくちばしをカスタネットのように鳴らし、その後伸縮自在のくちばしの株を膨らませる。また、オスは小枝などを加え、それを空中に投げそれを 再びキャッチするという行動を繰り返す。交尾後、メスは地上に、くちばしや足などを使い穴を掘り、そこに植物などを集め、巣を作り、巣の中に1から3個の卵を産む。卵の大きさは、約93ミリメートル57ミリメートルで、くすんだ白色。放卵は、私有共同で行い、卵は、 約32から35日後に孵化し、幼鳥は28日前後で育ちをする。幼鳥は、親鳥から約2週間、液体状の餌を、後に、約3ヶ月半の間、固形状の餌を給仕され、その後に育つ。巣に複数羽根の雛がいる場合、小さい雛への給仕をやめるか、もしくは大きいひなが小さい雛を殺し、大きいヒのみを育てることが多い。 生後30日くらいになると100羽前後の幼鳥の群れを作り、約2ヶ月間その群れの中で生活した後に一人立ちする。この間にも親鳥は救治を行うが、先に巣立った幼鳥や若鳥などに殺されたり、救治が不十分で死んでしまうこともある。幼鳥は約3ヶ月で飛べるようになる。コシグロペリカンの寿命は野生下で10年から25年以上である。 飛翔中のコシグロペリカン水鳥ではあるが、飛翔能力にも優れ、24時間以上飛翔することができ、1000メートル以上の航空、時には3000メートルもの高さまで飛翔することができる。また飛翔中の最高速度は時速56キロメートルに達し、群れで飛翔するときは v 字0変態を組み飛翔することが多い。ビッグペリカン、オーストラリア各地で餌付けが行われており、 観光資源として扱われることがある。クイーンズランド州ヌーサビレのヌーサ川沿いには、コシグロペリカンを模したボート圏モニュメントが設置されている。絵付けをされるなどして人を恐れず、人との距離が近いために、釣りの際の釣り糸や釣り針が、体や、くちばし、ポーチなどに絡まり、怪我をする例が後を絶たない。例えば、ニューサウスウェールズ州のリッチモンド川の研究事例では、 1992年から2002年の10年間で、怪我や衰弱などで保護された537羽のコシグロペリカンのうち、約94%は釣り具による怪我である。オーストラリアに生息する水鳥の中では、コシグロペリカンはこれらの釣り具による影響を最も受けやすい種の一つである。IUCN による保全状態評価は、 軽度懸念であるが、生息数を脅かす要因として、農薬や移入種、生息地の開発などが挙げられる。ありがとうございます。